どうも皆さんこんにちは、こんばんは。吉本プラモデル部ポーク鈴木です。ということで今回はこちらリアルグレードのザクを作っていきたいと思います。 RG144/1MS06F 量産型ザクでございます。はい、ということでですね、こちらはですね、リアルグレードの、ザク2でございますね。昔結構多分初期の頃にですね、ジョニーライデン専用ザクのですね、リアルグレードを作ったかなと思うんですが、僕は結構塗装とかもほぼほぼせずにですね、素組みでレビューすることが多いんですが、だったら、いろんなキットをやってみようということでですね、今回はですね、シンプルにリアルグレードのザク2を作っていきたいなと思っております。それでは箱開けていきたいと思います。オープン。はい、こんな感じでございます。はい、これがですね、デカールですね、ザクのね、グリーンですね。はい、特徴的なね、グリーンでございます。はい、そしてリアルグレードの、ね、説明書を取っております。はい、パーツを並べてみました。こんな感じでございます。はい、やっぱりね、パーツね、結構多いですね。はい、それでは組んでいきたいと思います。はい、ということで、右足が完成しました。はい、この調子で続きも作っていきたいと思います。こっからは早送り。はい、ということで本体が完成しました。こんな感じでございます。はい、こっからデカールを貼って、そして武器を仕上げて完成させていきたいと思います。はい、ということで144/1RGMS06F ザク2完成しました。いろいろとね、デカールを貼ってみたんですけども、細かいモールドだったりとか、その足のところのね、部分の色分けだったりとかもすごくかっこいいな。ただただ素組みしてデカール貼っただけなので、ここまでの完成度っていうのはやっぱリアルグレードすげえなーっていう感じでございます。前から見るとこんな感じ、後ろから見るとこんな感じでございます。可動に関しましては、首がですね、横にこのように動きまして、で、ここの目の部分が中のね、こちらのパーツと連動してますんで、首を動かすと物合いがね、リンクして動きます。こっち向いた時はこっちに、こっち向いた時は視線がこっちに向くように連動して物合いが動きます。で、肩に関してはこのように中にくっついてるパーツと、ここまたくっついてるパーツがね、2段階ですかね。で、こう前とか結構だいぶ幅のある動きが取れるようになります。普段はね、しまえるんですけど、こんな感じでビロビロっと出す形も取れます。だいぶ前に出すこともできますし、後ろに下げることもできます。で、ここは360度腕が回りまして、二の腕も曲がります。で、ここの上下もあって、肩アーマーもこういう風にグーンと前に出すこともできますし、回すこともできるんで、多少の動きは取れます。だいぶね、可動のある動きは取れます。で、肘が曲がって、曲がるとここのアームがね、連動して動くようになっております。こうですね、普段はこうで、で、手首も回ります。この胸のところがですね、こうハッチが開くようになっております。こうですね、パイロットが乗れるようにハッチが開くようになっております。で、腰はこのぐらいの可動ですね。腰はここね、可動するようになっております。ちょっとね、取りやすいです。後ろのアーマーは動きません。で、足はですね、こんな風にポリカップでつながっておりますので、足はね、だいぶ幅のある動きが取れます。
太ももからぐるっと回るっていうことはないですね。で、膝が曲がる際にこちらの前のアーマーが稼働して動きます。こんな感じですね。で、足首も、まあ、横にか、もうこのアーマー内で稼働がある感じで、で一応バン分割してこの段差でね、動くような形となっております。武器は、ザクマシンガンとザクバズーカとニートフォークがついております。替えの手もついておりまして、こっちは各指が動くようになっております。まあ一応可動域はね広いんでね、これぐらい、まあ結構毎回ね可動域表現するたびになんか斜め上の敵打ってばっかりますけど、まあこんな形で膝とかね動かすような形も取れます。結構やっぱ可動域広いなっていう、なんでポージングのね幅はだいぶ広いんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回はリアルグレードのね量産型ザクを作ってまいりました。やっぱリアルグレードシリーズはね、サイズはねそんなに大きくないんですけども、まあ、モールドもしっかり入ってて、で可動域も広くて、でいろいろアーマーのギミックもあったりとかして、ほんとちょこちょこっと組み立ててデカール貼って完成でかっこいいっていうのはねすぐできるかなとは思うので、吉本プラモデル部のね YouTube 見てね始められた方にはすごいおすすめのキットなんではないかなということでございます。今後もねいろいろリアルグレード作っていきたいなと思っております。ということで今回は144分の1RGMS06F 量産型ザクでございました。動画のご視聴ありがとうございました。吉本プラモデル部チャンネル、チャンネル登録の方よろしくお願いします。この動画が良ければぜひグッドボタンの方お願いいたします。 Twitter、Facebook やっております。そちらもフォローお願いいたします。ありがとうございました。